定刻になりましたので、それでは本日の記者会見を始めたいと思います。今日は2020年東京五輪パラリンピック組織委員会事務総長の武藤敏郎さんをお招きして記者会見を開催いたします。皆さんご存知のことかと思いますけれども、武藤事務総長は1966年昭和41年に旧大蔵省に入省され、2000年に事務次官に就任、退任後の2003年から5年間日銀副総裁をお務めになりました。2014年からは東京五輪パラリンピック組織委員会の事務総長として大会の開催準備を統括しておられます。その一方で趣味の油絵では個展を開きになり、ワイン通としての顔もお持ちです。今日は2年後に迫りました東京オリンピックパラリンピックの開催準備の状況や大会の開催にかける思いなど幅広くお話を伺いたいと思います。まず武藤事務総長からお話をいただきまして、その後司会からの質問、それから続いて皆さん会場の皆さんからの質問をお受けしたいと思います。申し遅れましたが、司会は日本記者クラブ客員産経新聞の森田が務めます。よろしくお願いいたします。それでは武藤さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりました事務総長の武藤でございます。今日はこのような時間をいただきまして誠にありがとうございます。2020年の大会まで、もはや2年を切りまして1年9ヶ月程度でしょうか。これまでの準備状況、それから今後なされなければならない準備、および今我々が当面している課題といったようなことをですね、30分程度ですか、簡単にお話しさせていただきたいと思います。64年のオリンピックパラリンピック大会を覚えておられる方もこの中には何人かいそうでございますけれども、私は大学生でございました。ブルーインパルスが五輪マークを青空にですね描いたのを非常にはっきりと覚えております。敗戦後19年目にして世界的イベントを成功裏に実行したという、これは世界から見ればそんなにうまくできるはずはないと思っていたのではないかと思いますけれども、見事にそれを成し遂げたわけでございますが、あの時はその敗戦国日本が国際社会に復帰すると、これが目的でありました。1960年というのはご承知の通り OECD 加盟、 IMF 八条国以降となった年であります。同時に、国土といいますか、東京という都市といいますか、これの再興を図るために、高速道路を作ったり新幹線を作ったりと、公共インフラの充実ですね、これも60年大会の目的であったということだと思います。では2020年のオリンピックは一体何を目的として何のためにやるのかと、これがなかなかですね明確にされていないんじゃないかというふうに私どもも反省しておりますけれども、同時にそれはまさに成功を得たご批判だというふうに思います。あれから50年余り経って日本は先進国となりました。先進国の中でも最先端を走っている国でございます。成熟社会を実現しておると、その日本でわざわざオリンピックをやる必要があるのかどうかということを漠然と、あるいははっきりとご指摘をされる方もいるわけでございます。何のためにやるのかということになればですね、私は日本が国際社会にですね、先進国日本がどういう貢献をできるかということがポイントなんだろうというふうに思います。64年の時は欧米に追いつき追い越せということでございますから、追いついて追い越した今の日本は今度は
日本として国際社会に何が貢献できるかということだろうと思います。で、どういう貢献をするかということとなれば、何をもって貢献するのかということが当然問題になるわけでございます。まあ一言で言えば、日本の価値観というんでしょうか、それを世界に発信することによって貢献するということになるんだろうと思います。日本の価値観というのが何かということでございますけれども、64年当時の日本の価値観はどちらかというとですね、経済的、物質的な価値の追求というふうに、言っても過言ではなかったのないのではないかというふうに思いますが、今日、それはほぼ手中にしておりますので、今の日本が何をするかということになれば、新たに、お手本のない状況の中で、自分で自ら考えていくことにならざるを得ない。でその時はやはり日本人の生き方といいますか、日本人が育んできた文化、これに自信を持って発信していくということだろうと思います。よく言われる通り、日本は礼儀正しい、東日本大震災の被災地に行ってもみんな、お久しぶりですと言って、お辞儀をしていると。社会的なルールを日本人はよく守ると。どんな混雑した駅でもですね、列を作って待ってると。日本人の生活習慣というのは非常にきちんとしている。自分の家の前の行動をですね、吐き清める国民だと。日本の製品は手抜きしない素晴らしい製品で、この前もテレビでやってましたけれども、世界中のシェフが日本の包丁というのが最高のもので、それを買い求めには来るというわけですね。自然との関係を、自然との調和ということを大事にする、そういったものをですね、やはりきちんと整理して世界に発信していくことによって、世界に貢献するということだろうと思います。その時にオリンピックとして貢献するわけでございますので、オリンピック・パラリンピックの運営を通じて貢献するということでございますので、これ一般的なですね、問題ではないので、オリンピック・パラリンピックとしてのビジョンを持つ必要があるというふうに思います。オリンピック・パラリンピックのビジョンは何かというと、我々実はそのビジョンというものはもう作ってですね、発表しておるんでございますけれども、何分にも組織委員会発足直後に作ったものでございますので、現時点でももちろん有効なんですけれども、私なりに現時点の我々のビジョンは何かというと、一つは、多様性の需要と共生社会の実現、ちょっと固い言葉でございますけれども、世界中からですね、人種も宗教も政治信条も文化も、違う人々が東京に集まってくると、そのお互いに違いを認め合った上でですね、共生するというグローバルな精神、これが大事だということであります。具体的に申し上げますと、選手村で提供される食事はですね、日本食出せばいいという、日本食を出せばいいというものではありません。イスラムのハラルに基づいたものでもなければならないし、ヒンズーのベジタリアンに応えるものでもなければならないということであります。もう一つは、東京大会の最も重要なコンセプトはサステナビリティ、持続可能性ということであります。これはリサイクルとかリデュース、リユース、 3R といったような形で具体的に言われますけれども、もうちょっと持続可能性という言葉にはコンセプトとしての多様な意味がありますけれども、高齢化社会、成熟社会において、なお
活力を維持するためには、この持続可能性というものがどうしても重要なキーワードになるというふうに思います。でもう一つは、組織委員会として重要だと思っているのはアクセシビリティという言葉でございます。アクセシビリティってなかなか日本語にならないんでございますけれども、パラリンピックについて言うとですね、都市のユニバーサルデザイン、日本語ではバリアフリーという言葉ですね、これは最近では東京のホテルにですね、車椅子で泊まれるホテルっていうのは非常、ホテルの部屋っていうのは非常に少ない、欧米対比非常に少ない、これをですねもうちょっと増やす必要があるといったようなことで、これはアクセシブルなその宿泊施設なんて言ってるわけですけれども、そういうことでございますが、アクセシビリティというのはそういうその障害との結びつきばかりじゃなくて、健常な人もですね、自分がアクセスしたいと、自分が手に入れたいと思ってもなかなか手に入らないような公共的な情報というものに容易にアクセスできる、容易に接せられるという社会はアクセシブルな社会ということのようなんですね。そういう意味でアクセシビリティとサステナビリティというのはオリンピックにとって重要なものであり、高齢社会の活力を維持するために非常に重要なことなんではないかということであります。でそういうビジョンを持っているわけでございますけれども、我々はレガシー、どんなレガシーを東京オリンピックは残すことができるのかと、そういう命題の立て方もあるわけですけれども、そういう人たちが、レガシーというものは自ら喪失するもんだという認識は必ずしも十分ではない。どっかにあるものをですね、次の世代に渡していくものぐらいのイメージなんですけれども、実はレガシーは自分で喪失するものだと。ですからオリンピック・パラリンピックを契機としてですね、次世代に未来に伝える財産を喪失しようではないかというのが我々の基本的なそのオリンピックの価値というものだというふうに理解しているわけでございます。そういう意味でオリンピック・パラリンピックはその日本社会をよりいいものに変えていくチャンスであるというふうに言えると思います。こういう以上ちょっと簡単に端折って申し上げましたけれども、基本的な視点がないとですね、具体的に準備がどうだとこうだという、そういう個々の話がですね、バラバラなものとして、考えられて理解されてしまうというふうに私は思っておりまして、その基本認識が重要だというふうに思います。さて前置きはこのぐらいにいたしまして、この次のスライドをちょっと見ていただきたいんですけれども、簡単に申し上げます、この次また、これが大会の概要でございます。一つ一つを申し上げる、時間はありませんけれども、64年から比較するとですね、何倍もの規模になっております。こういうその選手の数、競技の数、会場の数、チケットの販売もこれ1000万枚を上回るような状態になるわけでございますけれども、それを現在進めているわけで、今年から来年にかけて一つ一つが実現していくことになります。で次をお願いします。で競技会場を全部で43会場ということを申し上げました。パラリンピックが一つありますのでですね、42会場プラス1となるんですけれども、次のスライドをお願いします。競技スケジュールもですねほとんど決まっております。今年の12月にはですねイベントスケジュールといって、何日の何時から何という競技が行われる、それは予選であるのか決勝であるのか、でそういうことが明らかになるようなスケジュールですね、それが発表されることになります。競技会場はほぼ
もう着工順調に進んでおりまして、竣工は若干の遅れもありますけれども、オリンピックの運営には全く支障がない順調なペースで進んでおりますし、このような競技日程もほぼまあこれで決まってきたわけでございます。これらの問題の基本を流れるまあキーワードとして我々はですね、ユース、アーバン、ジェンダーイコリティという3つのキーワードを常に主張しております。若者のスポーツ離れというのは社会的な現象のようなんですけれども、この若者のスポーツというものを大事にしていかなければならないという考え方、それから大規模な競技施設を必要とするようなものではなくて、例えば 3x3 3人制バスケットボール、これはそれこそどっかの公園でですね、立ち見席のままでできるようなそういう簡易な、アーバンスタイルの競技っていうんでしょうか、そういうものを大事にしていく、装置が大掛かりになるとお金がかかるので、そういうことでございます。ジェンダーイクオリティは言うまでもなく男女平等ということでございますけれども、60年の東京大会の時にはですね、選手のうちの 80% 以上が男子でありました。つい 2,3 回前まではですね、6割が男子、4割が女子でありましたが、東京大会ではほぼ5対5という割合になります。男性にある競技で女性にいないという競技は一つもありません。ボクシングもレスリングも全てありますが、女子にはあって男子にはないっていう句が一つだけあるんですね。アーティスティックスイミング、昔のシンクロナイズスイミング、これは今のところ男子部門がありませんけれども、そのうち、男子もやるようになるのではないか、ジェンダーイクオリティですからね、見たいか見たくないかは別といたしましてですね、そういうことになる可能性が高いというふうに思ってあります。余談でありますけれども、そういうコンセプトを持って準備を進めております。で、準備の中でですね、次に一番大事なのはやはり財政問題であります。オリンピック・パラリンピックはスポーツの大会なんでございますけれども、スポーツに関する知識、経験、これが大事なことはもちろんなんですけれども、やはり大きなイベントをやるということになると、財政問題がものを言うわけでございます。で、組織委員会はマーケティング収入が基本でございます。チケットの販売、グッズの販売、それから IOC の負担金などの収入もありますけれども、言い換えますと税金は一銭も組織委員会には入ってまいりません。マーケティング収入は非常に好調でしてですね、おかげさまで順調でございます。でこれらはですね、すべてオリンピックをやるから集まってくるお金なんですね。オリンピックをやらなければ組織委員会の収入はゼロであります。マーケティングもなければ、ティケットもなければ、グッズもないということでゼロであります。しかし、オリンピックをやるので、6000億の収入がなんとか見込めると、それをもとに運営を行うということであります。東京都はどちらかというと、施設費中心ですね、これ見ていただくとちょっと見にくいですけれども、で国はですね、新国立競技場1200億円と、それからパラリンピックにかかる経費1200億円のうちの4分の1、300億円を負担すると。これは招致の段階で決めたルールに基づいて、負担しているものでございます。新国立競技場1200億円がオリンピック経費かどうかっていうのは、私は異論のあるところだと思います。というのはオリンピックを契機に作るんですけども、オリンピックで使うのはわずか17日間、パラを入れても1ヶ月間、その後50年100年と残る、国立競技場をオリンピック経費だというのは考え方によってはですね違うかもしれない。もちろん
オリンピックを契機に作るという意味ではオリンピック関係契機なんですけれども、で、まあ、いずれにいたしましてもそれ以上の負担は国はしないということでありました。なぜなら、オリンピックパラリンピックを開催するのは開催都市東京なので、東京が財政負担をするのは原則だということであります。で、組織委員会は今言ったように運営を中心にですね、これは昔は税金で運営してましたけれども、64年当時は税金で運営してましたけれども、ロサンゼルスオリンピック以来、民間収入によって運営するように、まあ、変わりました。で、まあ、そういうことで出来上がったこの1兆3500億円、最近3兆円かかってるんじゃないかといったようなことが、まあ、出ております。先ほどちょっとお話ししてたら1年2年ぐらい前にですね、やはり3兆円かかるんじゃないかということが話題になったことがありました。で、それはですね、会計検査院が、国でオリンピックに関係する経費が、まあ、8000億円あるというご指摘があったということであります。まあ、中身をいろいろ見ると、水素自動車に対する補助金でありますとか、気象の予測精度を向上するための予算でありますとか、インバウンドの観光客のプロモーションに関する予算でありますとか、まあ、就業障害者の就業関係の予算でありますとか、もちろんオリンピックに無関係ではないですけれども、まあ、一般の行政に深く関わるようなもの、これがまあ入っているようであります。なぜそれをオリンピックに関連したというのかというのはもちろんよくわかります。そういうものはすべてオリンピックに関係するというふうに見ることは十分可能だと思います。しかし、まあ、濃淡が黒から白への灰色には濃淡があるとすると、どういうふうにそれを理解するのかということを、まあ、明らかにしていく必要があるだろうと。まあ、オリパラ担当局はですね、国の内閣府はですね、もうちょっとしっかりと国の予算の内訳を説明してですね、中身が分かるようにしたいというふうにおっしゃっているようなので、我々もぜひそういうことでお願いしたいというふうに思います。施設費に関しましてはですね、ご承知の通り、招致の段階ではですね、たくさんの新設施設を作ると、しかも東京の中心に立地して、まあ、8キロ圏内のコンパクト五輪にするといったようなことを、まあ、セールスポイントにいたしました。そうしますとですね、新設する競技会場が増えますので、ものすごく経費がかかる。加えてですね、当初の計画よりも何倍も膨らんでいくといったようなことが、分かってまいりました。組織委員会が発足して、私がそのこの立場に就任したときにはよく分かりませんでしたけれどもですね、その後いろいろ精査してみると、例えばですね、もはや今では作ることにはなっておりませんけれども、夢根島ユースアリーナ AB という施設が、当初ユースプラザアリーナ AB ですね、 A はバドミントン、 B はバスケットなんですけども、それを新設することになっていました。招致段階では4億円をかけてこれを新設するということだったんですけども、我々が計算するとなんと建設費が880億かかることが分かりました。これは高級施設としてですね、しかしそんなものを東京の都心にですね、たくさん作ってその後利用されるのであろうかということを強く申し上げてですね、バドミントンは武蔵野の森にですね、もともと作る計画であった体育館で行うことにいたしましたし、バスケットボールは大宮、埼玉市のですね、スーパーアリーナ、これはすでにある施設でございますけれども、そこで行うことにいたしました。建設費はゼロ、880億円をゼロに抑えることにしたわけでございます。若洲にオリンピック、セーリングのですね、マリーナを作るという計画もですね、
これもあの辺りに作ろうと思うと堤防を作るだけでも下はヘドロでございますのでものすごい金がかかるんですね。そこで江ノ島にある64年のオリンピックの時のセーリング会場、これを使うことにいたしましたといったような見直しをたくさんしていったわけでございますけれども、当初の最大の難しい課題でした。というのは、当初決まっていたことをこう変えるっていうことに対してですね、まず IOC や IF は約束が違うじゃないかということになります。それから国内でもですね、作るというところの地元の自治体はですね、てっきりそういう立派なものが作ると思っていたところ、期待していたところですね、できなくなっちゃう、どっか行っちゃうと、俺は話が違うじゃないかといったようなことでございます。というようなことでこの説得には大変な時間がかかりました。舛添知事から小池知事に変わる頃ですね、この問題ばかりが取り上げられていたわけであります。組織委員会としては最も胸突き八丁の時でところでありましたが、これがすべて今は解決してですね、順調に建設が進んでいるということで、この点は大きく、前進したと思っております。財政問題ではそのもう一つ申し上げなければいけないのは、今言ったような削減努力を通じて、合わせて4500億円のですね、削減に成功したということを、先週のベノスアイレスで行われた IOC 総会に私も出席いたしまして報告をいたしました。大変高い評価を受けたところであります。次は運営についてですが、運営の中ではですね、次ちょっとまたもう一つ、飲食宿泊輸送とかですね、次のスライドもお願いします。こういうことが次々と一つの塊としてですね、準備していかなければならないわけでございます。この後医療とかですね、こういうことも必要であります。アンチドーピングも必要でありますが、その中でもとりわけ重要なのはですね、ティケットの話は省略しますが、ボランティアの話であります。でボランティアについてはですね、いろんなご意見があるのでちょっと触れておきたいと思いますけれども、一応組織委員会大会運営のボランティアが8万人、東京都の道案内等を行うボランティアが3万人、合わせて11万人募集というふうに打ち出されているわけですけれども、これは絶対その人数がいなきゃならんというものではありません。そのぐらいが集まればですね、十分なアスリート観客に対してサービスが できるなということでありますけれども、集まらなければ集まらない範囲内でですね、やっていくべきものだと思っておりますが、今日ここに来る直前で、応募者数が4万7000人、それから応募すべくまず登録するということが行われるんですけども、その登録者が8万5000人になりました。これは組織委員会関係だけでありますけれども、まだ始まったばかりなので、何とも言えないんですけれども、一応ですね、順調な滑り出しだというふうに思っております。でボランティアは言うまでもなくですね、強制されるものではありません。自らの意思で参加をしてですね、アスリートや観客のために奉仕をするものであります。その結果相手から感謝をされ、得ることによってですね、喜びというんでしょうか、自分の活動の価値というものが認められたということで、達成感を感じると、そこから人間としての何かを学ぶといったようなことが、ボランティアの本当の意味であります。したがって、自己の利益のため利益を優先する活動ではない、報酬を目的とするものではない、むしろそれから離れてですね、自分の気持ちで自由に活動して何らかの社会貢献をしていくという大変創造的な活動であります。
イギリスご承知の通り、イギリスでは1年間に、市民の4割近くがこういうボランティア活動をしているというような報告もありますし、アメリカでは大学に入るためには高校時代のボランティア活動が非常に意味をなすといったようなですね、ことがよく言われていることでございます。ボランティアには無報酬だと申し上げましたけれども、もちろん飲食、ユニフォーム一式、怪我などをした時の保険、それから一人一日1000円程度のですね、交通費というんでしょうか、そういうものは支給することになります。我々はですね、このようなボランティアが人々の中でですね、奉仕の精神、それから障害社会参加という考え方というものが共有されればですね、この大会のレガシーと言えるのではないかというふうに思います。でその後ですね、いろんなことがございますけれども、こう聖火リレーと閉会式、これはもう聖火リレーは日程は確定いたしました。各県ルートはこれから今各県において決定をすることになっています。開会式閉会式4つの式典がありますけれども、野村萬斎さんをヘッドとする8人のチームが現在シナリオを検討しておるわけであります。次のページで、エンゲージメント、聞き慣れない言葉ですけれども、機運の盛り上げというような日本語に翻訳されておりますけれども、これがエンゲージメントなんですね。日本語でエンゲージメントっていうのは、エンゲージメントリングぐらいしか聞いたことないですけれども、どうもこの本当の意味はですね、金を盛り上げるということのようでございます。マスコットを公募してですね、小学生の投票をお願いしたところ、8割のクラスが投票して、これがミライトワとソメイティという名前のですね、これは男女はありません。ピンクの方は女性だと思っている人がいますけど、これは中性、マスコットってのは中性なんですけれども、でこのように投票でマスコットを決めたっていうのはオリンピック史上初めての試みであります。その次に参りましてですね、復興、これも非常に重要なことでありまして、福島あずま野球場でオリンピックの開会式よりも 2,3 日前にソフトボールをの試合を開始するということにいたしました。また復興の日と称してですね、2020年の3月の20日にですね、松島自衛隊基地にギリシャから聖火が到着するわけですけれども、聖火リレーの前に福島、宮城、岩手に2日間ずつ復興の日という形でランタンに入れてですね、展示していただくと。これは強く IOC にお願いしたところ、今までやったことのないことだけれども、復興という我々のコンセプトを大事にしていただいたんでしょう。史上初めてそういうことが認められることになりました。次に行ってください。天候対策、これは大変難しい問題でですね、今天候対策チームを立ち上げて、いろいろ対策を練っております。例えばマラソン、今7時、もともと8時スタートでしたが7時スタートに繰り上げましたが、6時スタートぐらいにしたらどうかといったような意見もあります。これはスタート時間の3時間か4時間前にアスリートはウォーミングアップを始めなければいけません。いくらでも早くできるかどうかはアスリート IF の了解が必要であります。スタッフワークホースはですね、6時からもしスタートするとなると、どんなに遅くてもですね、5時、できれば4時頃にはスタンバイをしなければなりません。大勢の人が集まってくるためには、公共交通機関の終夜営業でもお願いしない限り集まって来られない、東京都にもお願いをしなきゃいけない、IF 都関係者大勢いますので、今後のことは検討していきたいと思います。次のところに参りまして、これはですね、持続可能性ということを
我々はコンセプトの中で最上位のものとして位置づけているわけでございますけれども、持続可能性を具体化するために例えば木材のリユースをもう計画しております。これもベノサイルズで発表したらですね、この絵を見て非常に感心しておられました。それから金銀銅メダルをですね、都市鉱山、使い古した携帯電話や小型家電から抽出してですね、 100% この都市鉱山から得た貴金属で金銀銅メダルを作る。金銀銅メダル5000個ぐらい必要なんですけど、集団団体ゲームもありますのでですね、必要なんですけども、それを作るということを打ち出しました。これも史上初の試みであります。ということでですね、東京はなんとかそのオリンピックのパラリンパラリンピックの歴史の中に新たなページを開きたいということを心がけてやってまいりました。その上でですね、個々のことは差し置いてですね、とりあえずですね、大きな一体東京2020オリンピックパラリンピック大会はいかなるレガシーを未来に残すのかと、そのことを強く意識しながらですね、準備をしていく必要があろうというふうに思っております。時間となりましたので、私からのお話はこれで終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では私の方から一点質問させていただきたいと思います。先だっても3兆円超えるんじゃないかというこういう予算の話になりましたけども、かなりお金の議論がですね、しかもやはりそのオリンピックが悪というような位置づけで論じられるケースがかなり多いように思うんです。先ほども64年のお話されてましたけども、ブルーインパルスの記憶とか、私どもはそういうものを知らない世代なんですけども、20年に私どもにきっといい遺産が何か残るはずなんですが、素晴らしいイベントを開こうとしているにもかかわらずこういう議論をされてしまうっていう、これは一体なぜこういうふうになってしまうんでしょうか。大変ポイントをついたご質問なんですけれども、もともとですね、招致の段階に総費用8000億というふうに言ったんですね。なぜ8000億かというとですね、ロンドンで円換算すると8000億かかったからなんですね。で、当時招致の段階でですね、オリンピックにいくらかかるなんていうことをですね、積算することは極めて困難だと推察します。なぜなら何をやるかってことが明確に決まってないのにですね、予算だけ積算するなんてことは不可能なはずなんですね。で、しかし一応そういう数字を作らなきゃいけないので、施設費中心にそれを計上して、運営費などは分からないままにですね、やったロンドン並みの招致予算なんです。で、ロンドンはその後2兆1000億まで所要経費が膨らみました。ロンドンによる公式発表はですね、オリンピック・パラリンピックにかかった予算は2兆1000億ということであります。我々は今1兆3500億とこういうふうに申し上げているわけなんで、もちろん当初からは膨らんでいるわけでございますけれども、そういうことであります。で、これらを国際比較するにも時も、それから招致の段階と比べる時も、一体そのオリンピック・パラリンピック予算というのは何なの、何を対象に考えたらいいのかという、非常にややこしい問題があるんですね。オリンピックのためだけに使う施設、例えば具体的にはそのビーチバレーの施設はですね、これは作ったら終わると取り壊すんですね。で、こういうものはもうオリンピックのために作ったっていうのは明々白々でありますが、しかし水泳競技場のようにですね、アクアティクスセンターは新設しますけれども、オリンピックを使った後これずっと使い続ける新国立競技場と同じものであります。一体それはどう考えたらいいのか。それから先ほどちょっと申し上げた通り、例えば
道路をたまたま東京のこの辺りのですね道路を拡張するといったような話があったときに、まあ、オリンピックを目指して間に合わせようといったような議論が行われるわけですよね。当然作るのであればそうしようと、まあ、これはオリンピックに関連した経費と言えなくもないんですけれども、もともとはオリンピックに関わらず作る予定であったもの、これはどう考えたらいいのかといったようなことを一つ一つ、中身を見てですね、それで1兆3500というのは我々はきちっと積算したものであって、現時点でオリンピックパラリンピック経費は1兆3500だという数字でありますけれども、しかしそのボーダーにどうもオリンピックパラリンピックのために有益な予算が計上されているのではないかということであるならですね、それをまあきちっと明らかにして説明をすると、直接関係するものはこれだけども間接的に関係するものを入れたらこうなるといったようなことを納得いけるように説明する必要があるのではないかなというふうに思っています。これもちょっとざっくりした質問ですけども、武藤さんの今のご感覚としてはだいたいどれぐらいまで総額というのはいきそうというふうに、どれぐらいまで膨らみそうだというふうに予想されてますか？1兆3500ですか？今国がねさらに8000とかの話もありました。国の予算について、はい、まだ計上されてないものもあるみたいですけど、はい、でこれはですね、国の予算の中身は、まあ、正直なところ私は全部見ておりませんので、報道された限りにおいてでございますけれども、先ほど申し上げたようなものはこれはオリンピックだというのはちょっと言い過ぎなんじゃないかとむしろ思います。しかしなぜそれをオリンピックだというとですね、これはまあ私の経験談になるんですけども、各省が予算を要求するときにはですね、いろんな目的があった方が予算が通りやすいんですね。国会にも説明しやすいんですよ。だから本当はこうなんだけども、まあこういう役割もあるねということは言いたくなるし、まあ言うのがよくある話なんですね。だけどもそれをまあ別の立場で見るとなんだそんなにたくさんあるのかというふうに誤解をされているので、私はもうちょっとそこをですねきちっと説明する必要があると。でそれが一体いくらなのかというのは私自身は数字の当てがあるわけではありません。会場の皆様からご質問があれば挙手にて所属とお名前をおっしゃっていただければと思います。どうぞ。個人会員の宮田と言います。先ほどのビジョンの中の多様性の需要と共生社会の実現に関わる、話だと思うんですが、オリンピック憲章は2014年に改正されて、その時にオリンピックの根本原則で6番目に差別の禁止の規定があるんですが、そこでは性別とともにですね性的指向も加われた性的指向に関する差別というのは一切してはいけないということが打ち出されたんですね。それから私ずっとエイズ対策の取材を続けてるんで思うんですけど、その性的な指向セクシャリティの課題と深く関わる問題としてエイズ対策については国連と IOC の間でですね2004年から覚書を交わして若者の啓発とか教育に協力して力を入れて取り組んでいくというような取り決めができてるんですけど、そういったところについてですね組織委員会としてはどのように考えておられるのか、あるいは今後どんな計画があるのかお聞かせいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。LGBT に対しては、まあ、ご承知の通りこれを差別してはいけないということでございますが、我々はもちろんそれを前提に考えています。例えば先ほどレガシーと申し上げましたけれども、64年当時はハードなレガシー公共投資みたいなものがよく挙げられるわけでございますけれども、おそらく2020年はですね今言ったような
LGBT でありますとか障害者でありますとか、そういうその人たちに対してですね、心を開いて、一般の人と同じように、考えるという、これは今でも心の中にバリアフリーがバリアがあると思うんですね。頭では分かってるけども、そのなかなか心の中でそのバリアを取り除くっていうのは難しい。しかし、そういう人たちが現に世界中から集まってきてみんな楽しそうにやってると、それをお見せすることによってですね、その心のバリアが溶けていく、というそういうことが重要なのではないかというふうに思っています。その他、喫煙ですね、これに対しても非常に厳しく対応すべきであるといったようなことを考えております。それからその他にもですね、さまざまな今度はサステナビリティの領域になりますけれども、いわゆる調達にあたっての規制ですね、木材の調達をですね、今だと、インドネシア等で、あるいはマレーシア等で、南洋材を伐採するときには幼児労働とかですね、女子をその長時間働かせるとかということによって伐採されたそのものには認証がつきませんので、認証のついたものを我々は採用するというようなことによってですね、我々は行政機関ではないので何か立法したり規則を作るということはできないわけでございますけれども、そういうものからフリーなものを尊重するような調達をするとか、そういう形で貢献していきたいというふうに思っております。他にございましたらお願いします。どうぞ。今日はありがとうございました。個人会員の採取といいますが、ロンドンのオリンピック以来ですね、選手村その他でね、食べる食事はフードビジョンでですね、そういう中で、フェアトレードであるとか、あるいは オルガニックでなきゃいかんと、これ日本のオルガニックっていうスーパーや生協が言ってるオルガニックとは国際基準に合ってないと思うんですね。このその条件というのはどういうふうにクリアするのか、そこをちょっとお願いします。選手村というお話がありましたので、選手村についてまず申し上げますとですね、選手村には1万1000人ぐらいの人が宿泊しておりますので、毎朝、7時から8時ぐらいの間に1万食を提供しなければいけません。1日を綴ればもっと何万食になるわけであります。でそれを提供できるそういうその調理の会社はですね、残念ながら日本には現実にはありません。で実際にはですね、世界には何社かこういう大イベントのために、食事を提供する会社があります。でその会社は今言った食材についての規制をちゃんとクリアできるような、そういうその手法をノウハウを持って調理器具もそのようになっております。ハラル、先ほど申し上げたハラルとかベジタリアンだとかですね、それからもう一つは、オーガニックという話がありましたけれども、むしろ希少種ですね、例えばその今太平洋クロマグロっていうのは希少種でございますので、一番おいしいトロ太平洋クロマグロをですね提供すると、これは非常に、なんていうんですか、食事の提供としては最悪なものになるんですね。おいしいというだけではなくて、そういう、観点からは許されないことなんです。養殖マグロであればもちろんいいわけですけれども、
で、言ったようなことを全部分かって、1時間か2時間の間に1万食提供できるというのは、もうほんの2、3社しかいない。で、それをですね、入札で決めることにしています。で、そうするとですね、調理器具から何から全部日本に持ち込んできて、そこでまあレトルト食品です、実際は。新鮮なものを料理してですね、やってたらそんなものできませんので。となるとですね、実はリオデジャネイロでもロンドンでもそういう会社がやってるわけなんです。東京でやるのも大体そういう会社のいくつかがやるわけなんですね。ですから味はみんなロンドン並みリオ並みということに、まあ、なってしまうんですね。で、しかしこれはやむを得ないことなんです。例えば中にはカロリー計算でですね、食事制限してる人もいますから、ウエイトで差別するやつはですね、そうするともうこれは何キロカロリーっていうのも明示しなきゃいけません。で、そういうようなことまでできるということが前提になってくると、まあ、非常に限られてしまって、せっかく豊洲に市場があるので豊洲の新鮮なお魚使ったらどうかといってもそう簡単にはいかないという事情があります。ただそれからそれぞれの競技会場でも同じような問題があります。で、ただホスピタリティセンターというですね、オリンピック関係者がその集まってくるところで出す料理はもう少しまあ、ちゃんとしたっていうか、その和食なら和食らしい和食をですね、出せる、そういう体制を整えたいというふうに思っています。食事は非常に難しい問題があってですね、これはもう食事班だけがそういう担当者がいて今一生懸命詰めているところであります。毎日新聞倉重です。組織委員会のご努力がよく分かって参考になりました。ありがとうございました。2つ質問なんですけどね、ちょっと今更こんなことを申し上げるのもあれなんですけど、その開催時期の問題なんですね。先ほどマラソンの話でもありましたけど、なぜ暑い時にやらなきゃいけないのか、その主催国のね、その開催時期に対する意向というかですね、考え方がですね、かつてはですね受け入れられた時代があると思うんですけども、今回の場合ですね、まあ、開催時期が決まった過程はあるんでしょうけども、それをまた再考するとかですね、そういうことがですね、武藤さんがまあタッチされたからね、あったのかどうか。やっぱこれはやはりよく言われているようにですね、アメリカの三大ネットの筋力でですね、やはりそれが決定してしまうことなのか、その辺についてね、武藤さんがどう見られているのか、まず一つお聞きしたいのと、もう一点はセキュリティなんですよね。それはまあテロに対する、ね、ものもあると思うんですけども、先ほど復興五輪というのは大きなレガシーになると思うんですけどね、ただこれから先ね、また大地震が起こる可能性がある。特に南海東南海は30年以内に 80% というですね、確率上がってますし、首都直下地震もゼロとは言えないんですよね。あらゆることをやっぱ念頭に、まあ準備されている立場からしてですね、その辺のことはね、まあ、いろんな大会運営においてね、どうその意識され処理されているのか、その点お願いします。はい、ありがとうございます。開催時期についてはもう誠にごもっともな話なんですけれども、そもそもなぜこの7月8月に開かれることになったか、60年は10月10日が開会式でありました。で、その理由はですね、1984年でしたか、ロスアンゼルスオリンピックですね、ここでですね、その前にあったカナダモントリオールオリンピックがですね、大赤字になっちゃったんですね。大赤字になりましてですね、オリンピックは、まあ、財政上問題だというふうに、まあ、当時から認識された結果、立候補する都市が、まあ、いなくなっちゃったわけなんですね。で、その時にロサンゼルスが手を挙げましてですね、で、この有名なピーター・イベロスさんというその事務総長がですね、税金は一切使わないと、必ず黒字にすると、黒字にしたら、その
1割は俺にボーナスとしてよこせと、まあ、これはちょっと余計なことなんですけれども、で、夏にですねやればスポンサー料も入ってくる、それからちょうど大学寮が、まあ、皆さん帰郷しますのでね、その大学寮を選手村として使えばいいとかって、まあ、そういうアイデアも出されて、でこのピーター・ユベロスさんが夏の実施を、まあ、始めたのがこの始まりなんですね。でその時に、春と秋は、プロスポーツが盛んに行われますので、そこにオリンピックが入ってきてですね、スポンサーシップをやるとですね、プロスポーツの人たちのスポンサー料が減ってしまうことがあるので、 IF がみんな反対したわけなんで、夏はまあせいぜい野球ぐらいなので、まあいいんじゃないかということになりました。で、まあ、夏に決まったのはそういう経緯のようなんですが、東京の場合にですね、変える余地があるかっていうと、実はその立候補したときに、開催都市契約っていうのがあるんですね。その一番最初の契約書にですね、あれは確か7月の中頃から8月の中頃までの間にやりなさいと。ほんで、東京はその中で、選びなさいと。開会式、閉会式、17日間を選びなさいと。言ったときに7月24日から8月9日までを選んだわけ。東京が選んで、それでそのサインをしたんですね。したがって、もちろん契約を改めればできないことはないだろうとは思うんですけれども、もうしかし、こちらからそれを言い出すのはほとんど不可能ということのようです。で、私も最初その問題については非常に関心を持ってですね、根掘り葉掘り聞きましたけれども、さすがにギブアップいたしました。で、ただですね、開催都市で、オリンピックをやるっていう考え方を少し柔軟に考えて、64年の時は実は馬術は軽井沢でやってるんですね。で、馬はですね非常に暑さに弱いだそうです。ですから、マラソンも同じなんですけれども、マラソンは北海道でやるとかですね、そういう手はあるんだろうと思うんです。で、ただし、基本的に開催都市でやりなさいというのが従来の IOC の主張でした。で、この間のアジェンダ2020が、2年か3年ぐらい前に出たときにですね、まあ、決勝はですねできれば開催都市でやるんだけども、それ以外はまあ他でもいいと、それから場合によると決勝もですね、都市じゃなくてもいいと、開催都市じゃなくてもいいと、さらに場合によってはその国じゃなくてもいいと、要するに他の国で、一部の競技をやることも認める、この趣旨はどうもいろいろ聞いてみると、海なしの国がありますので、そうするとそのセーリングはできないので、そもそも 海がない国には立候補さえもできないのかといったような話があって、まあ、そういうことに決められたようなんですけれども、要するにどん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 柔軟化されているので、今度はまた日本でやるっていうものはもちろん我々生きていないわけですけれども、そのあたりのですね、開催場所を工夫すればこの問題の関連のものは解決できるんじゃないか、というふうに思います。それからセキュリティ、とりわけ、まあ、天災に関することでございますけれども、まあ、地震が起こったときどうするかと、しかもこれがですね非常に震度の高い地震が起こったときどうするかということになると、まあ、むしろ狂気施設はですね、耐震性能は非常に高いので、普通の家が潰れても競技会場は潰れない。したがってですね、避難地として競技会場が使われるというくらいのことだろうと思いますけれども、しかし競技をするという環境でなくなることは十分あり得ます。そうするとこれはですね、もう、その競技によっては中止する、場合によってはオリンピックを中止せざるを得ないと、本当に大きな地震が来たらそういうことだと思います。で、その時には我々はですね今保険に入ってるんです。最大の問題はティケットを全部売ってですね、1000億近い売り上げが予定されてますので、開催されなかったらそれを返さなきゃいけないんですけれども、そのお金はですねほとんど
会場建設費やなんかに当たっちゃってもうなくなっちゃってるわけですね。まあ多少残ってるかもしれませんけども、全部返還するだけのお金は残ってないはずなんです。それを保険でカバーするべく、馬鹿にならない保険料を払ってですね、それで保険に入ってます。これはまあ再保険されてますけども、で、したがってむしろまあ本当に大きな地震が来た時にはですね、これはもう国際的に東京がその救済の対象になるような話になってしまうんですけども、そうではなくて、そこまでいかないけれども競技の継続が困難になるといったような災害の想定、これが一番難しいところです。今年は7月の24日から8月9日までの間にですね、30数度になる日が何日かありました。台風も来ました。今年その何日に何をやるかってもう決まってますので、7月24日から毎日のようにですね、この状態だったら試合はできない種目があるかどうか、それを試運転をしました。机上の訓練をしました。そうするとどうも開催が不可能だから延ばさなきゃいかんといったようなことがいくつか起こっています。でもちろん1日程度であればですね、我々はレインデイと称してですね、予備日を設けてますので、大体間に合うんです。ただ次から次へと台風が来てですね、遅延となっていくと閉会式までに決勝戦ができないということが起こりうると思います。まあ、その時にはその競技は決勝戦がないまま開催が終了するというようなことも考えなきゃいけない。で、それらはですね、我々が一人思い悩むのではなくて、IF、IOC とどういう事態になったら延ばすのか。最近ではですね、天気予報が非常に正確になってきましたので、例えば3日後に台風が来ると言ったら、その3日後の競技を明日明後日前倒ししたらどうかと。普通はそんなことありえないんですけども、そういうことも議論しています。で、そういう形で、対応ぶりをですね、事前にしっかりと打ち合わせて対応していきたい。現実にですね、それで全て対応できるかどうかということになると、もちろん保証の限りではありませんけれども、それがまあ我々の現在の対応ぶりでございます。次の質問ございますか。すいません、西日本新聞の伊藤と申します。前年に19年のワールドカップのラグビーといろいろ連結協定を結ばれたと思うんですけども、その中で特にボランティアに関してお伺いしたいんですけども、提携を4月に結ばれて実際に募集がこの秋始まったと思うんですけども、改めてどういったところが東京五輪に期待できるかっていうのをお考えの部分があれば教えてください。19年のラグビーワールドカップの組織委員会と我々組織委員会の間でですね、運営に関する協定を結びました。で、これはワールドカップはラグビーという単一の種目であって、我々はあれだけ多くの339種目をですね、行いますので、だいぶ違うんですけれども、それでもですね、ボランティアでありますとか、そのメディアに対してどういうサービスをするとかですね、輸送をどうするだとか、セキュリティをどうするかというのは共通問題であります。特にボランティアについてはですね、おそらくこれはラグビーワールドカップばかりじゃなくて、東京マラソンとかですね、いろんなスポーツイベントにボランティアが活躍されています。そういう団体もあります。それと我々が連携を組みながら、ボランティアの人たちの参加をできる限り募っていきたいというふうに思っています。よろしくございますか。
え、経験者？もちろん、今オリンピックに申し込んできていただいている人がいるんですけど、その人たちの中にはもうワールドカップも当然申し込んでいる人がいると思います。で、経験者がいるということは非常にありがたいことなんですね。経験者ばかりを集めるというわけではありませんけれども、したがってその経験のある方はその経験があるということを十分に表明していただいて、それで申し込んでいただいたらですね、それが生きるようなお願いをしていきたいというふうに思います。他の方いらっしゃいますでしょうか。日本テレビの森です。簡潔に2点お尋ねします。一つ、レガシーのお話されてました。特に持続可能性のお話出てましたけれども、政府の方は最大のレガシーはですね、バリアフリーとそれから共生社会の実現ということを言ってるわけなんですけれども、もちろん組織委員会たくさんレガシー掲げてるのは承知してるんですけど、その中で特に最大のっていうことをあえて挙げるとすればどれになるのかっていうのが一つと、それからもう一つ、予算のところで3兆円規模のになるという指摘出てるわけなんですが、政府の方これもう一回精査して分析をするということを言ってますけれども、改めて組織委員会からですね、政府に対して分析にあたってどういうことを重きを置いてやってほしいというような要望がありましたらお聞かせください。はい、まず持続可能性の中で何がポイントかというお話でございますけれども、これはですね、なんか一つのものを挙げるというのは正直なところ非常に難しいと思います。でどちらかというとですね、私はハードよりはソフトのレガシーというものを重視していきたいというふうに思います。ハードについてはですね、かなりいろんなものが日本社会ではもう実現してますので、もちろんそのユニバーサルデザインの都市づくりなんていうのはあるわけでございますけれども、ソフトというものを大事にしていきたいというふうに思います。そのうちの一つにですね、先ほど言いましたその多様な人っていうんですか、障害者とか LGBT との触れ合いを通じたその、心のバリアフリーといったようなものとか、それからボランティア文化というものが日本社会に根付くことが素晴らしいことなんじゃないかと。それからもう一つはですね、これやっぱりスポーツを通じて新しいそのなんていうんですかね、生活スタイルっていうんでしょうか、スポーツ産業っていうのは日本ではまだまだ欧米対比少ないようなんですね。で、若い人もお年寄りもスポーツをやることによって、長寿健康長寿社会、といったようなものができればですね、これはまた素晴らしいことではないか。スポーツ、これは具体的な言うのは難しいんですけども、スポーツというのは、やっぱりスポーツを超えた価値というものを持っているんじゃないかというふうに私は思うんですね。そのスポーツを超えた価値というのは、スポーツをやることによって得られる、文化的教育的社会的なさまざまな価値というものを知るようになるといいますか、その創出に関わるといいますかね、そういう新しい社会システムを作る、エネルギーのもとになると、スポーツは世界を変える力があるといったようなことを我々の、ビジョンで出しているわけですけれども、そういうことが、レガシーとなることが望ましいんじゃないかというふうに思います。それから、予算3兆円という話は、私はですね、3兆円というふうに、言うのはちょっと誤解が あるのでですね、1兆3500億が本当に1兆3500なのかどうかっていうのは、
よく精査する必要があるとは思いますけれどもですね。でそこでですね、すでに、オリパラ大臣の下で、これは政府にそういう号令がかかっているようでございますので、で我々も非常に関心を持っています。というのは、我々実は6000億の中身はきちっとしますけど、都の6000億と1500億は、それぞれの立場の人が積算したものを、足し算して、全体でいくらかということに対しては我々発信しなきゃいけないというふうに思っているわけなんですけれども、その足し算するものに疑義があると言われるとですね、それはしっかりちょっと中身はしてほしいなというふうに思いますけれども、それをやられるのは国の予算であればやはり国でお願いするということになるだろうと思います。で一方都の方もそういうことは言われてますのでですね、都の方も同じようにやっていただけるというふうに理解しています。他にございませんか。よろしいですか。長時間どうもありがとうございました。この会見の前にですね、武藤さんに記号をいただきました。多様性と調和という言葉ですけれども、この今回の会見の中でもございましたけれども、その心はという、はい、お願いいたします。多様性はもう今散々申し上げた通りなんですけれども、それらを受け入れた上でですね、共生していくという姿が調和という言葉なのではないかと、我々はこれをですね一つの理念として掲げているということであります。今日はどうもありがとうございました。当記者クラブからですね、武藤さんにプレゼントがございます。日本記者クラブオリジナルのですね、ネクタイでワイン2の武藤さんにふさわしくワインレッドのネクタイをプレゼントしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。では改めて武藤さんには大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの記者会見を終わります。ありがとうございました。